1893年7月1日号の表紙。ジ・アウトルックは1870年から1935年にかけてニューヨークで出版されていた週刊誌。アウトルック氏は1870年1月1日にザクリスチャン・ユニオンという氏名で創刊された。使名は1893年から1928年までジ・アウトルックであったが、これは 雑誌の焦点が宗教的な主題から社会問題、政治問題へと移ったことを反映していた。1900年当時、ニュースや評論を扱う代表的な週刊誌はインディペンデント・ネーションとアウトルックであり、少し異なる内容のものとしてリテラリーダイジェストがあった。1928年、インディペンデントはアウトルックと合併し、 アウトルックインディペンデントとなった。1932年から1935年にかけてこの雑誌はザニューアウトルックとして刊行された。週刊号は1935年6月に出た。1913年にはアウトルックをはじめスクリブナーズマガジン、ハーパーズマガジン、ザ・センチュリーマガジンに掲載された詩を集めた先週が出版された。 1893年7月1日号から1935年6月号までの紙面はインターネット上で公開されている。ありがとうございます。